皆様こんにちは。今回の動画は購入品の紹介です。それではご覧ください。ラグランジアのブライダルシャワーです。ご存知の方も多いかもしれませんが、剪定が簡単でとても花付きの良い品種です。これがなんと500円で売られていました。これはもう絶対にお買い得だと思います。迷わず購入しました。ブライダルシャワーは2020年に発売開始されたのですが、雑誌でその情報を知り、花好きの友人とこの紫陽花画期的だよねと興奮気味に会話したのをはっきりと覚えています。欲しいけれどお値段が高すぎてちょっと手が出ないなと思っていたのですが、3年越しで手に入れることができました。本当にラッキーでした。株を見ても傷んでいるというわけではなく、ただ単にお花が終わっているだけのようです。15センチのポットに入っています。来年この純白の花びらで株が覆われるのが今から楽しみです。なでしこのピンクキッスです。150円でした。こちらの品種は本当に育てやすくておすすめできます。小輪の八重咲きで可愛らしい形のお花が株いっぱいに咲いてくれます。株元はこんな感じです。見切り品ではありますが、ほとんど傷んでいないと思います。ちなみにこちらは昨年見切り品で購入したピンクキッスです。中央鉢に植えた2年目はこんな感じに大きく成長してたくさん咲いてくれます。丸っこいお花の形が本当に可愛いです。同じくなでしこです。ダイヤブンダピンクパールという品種です。同じものを100円で3ポット買いました。お花はこんな感じです。株元はこんな感じです。結構黄色い葉っぱが目立ちますし、根っこも土の表面にまで見えています。なるべく早く植えた方が良さそうです。アッツ桜です。150円で3ポット買いました。アッツ桜、私結構好きなお花でたびたび買うのですが、毎回いつの間にか消えてしまうんですよね。なんとなく丈夫なイメージがあって、今まではあまり調べずに適当に育てていました。今回改めて調べてみたところ、アッツ桜は南アフリカ原産だそうです。そして暑さには比較的強いのですが、寒さに弱く、気温が3度以下になる場合は室内に入れた方が良いそうです。この点を知らずに真冬も外で管理していました。私が毎回枯らす原因は寒さだったのかもしれません。5度から8度の低温に当たることで花芽がつくそうなので、室内で管理する場合は暖かければ良いというわけでもなさそうです。山野草の土で育てる予定です。ダリアの開花株を買いました。品種はフレスコです。こちらは種から咲くダリアだそうです。八重咲きの矮性です。花色はピンクの他に黄色や赤が売られていました。ダリアといえば球根で冬越しして4月半ばに植え付けたこちらの鉢なのですが、全く動きがありません。私はダリアの栽培に関してはこちらの本を参考にしています。球根を植え付けた後、芽が出てくるまでは乾かし気味に管理するのがコツだったようですが、その部分を見落としていて結構水をかけてしまっていました。特に気温が低い時は要注意だそうで、ここ数日朝方は結構冷えていたので、もしかしたら球根が腐ってしまっているのかもしれません。本によると5月中には芽が出てくるとのことなので、もう少し様子を見たいと思います。シルバータイムです。ロングポットに入ったしっかりした株です。雑草よけとしてオレガノを4種類植えているのですが、一部葉焼けしてしまっているので、こちらに差し替えようかと思い買ってきました。ゴールデンクイーンという斑入りのタイムです。
斑入りのタイムといえばホクスリータイムを私はよく寄せ植えなどに使っていたのですが、こちらのゴールデンクイーンは一つ一つの葉っぱにくっきりはっきりと斑が入っている印象です。植えてあるポットが小さいせいかもしれませんが、葉っぱの大きさもホックスリータイムより小さい感じがします。タイムは丈夫で育てやすいですし、寄せ植えにも使いやすく香りも良いので好きな植物です。とりあえず手元にあると寄せ植えを作りたくなった時に重宝するので買っておきました。立浪草です。ラベルにシソ科と書いてあり、同じくシソ科の葉焼けしたオレガノの代わりに使えるかなと思い買ってみました。こぼれ種で増えて肥料もいらないようなのでブランドカバーに良いかなと思います。お花はこんな感じです。葉っぱの形はこんな感じです。縁がギザギザで表情があって可愛らしいです。買った後に調べたところ地下茎で増えるらしいです。オレガノの代わりに植えようかなと思って買ってきましたが、増えすぎても困るのでとりあえず鉢植えで育てようかなと思います。購入品の紹介は以上です。ここからは購入した見切り品のお手入れの様子です。ラグランジアのブライダルシャワーの花を落とします。全体のバランスを見て丸く整えるように切ります。いつもの癖で切り始めるとどんどん切ってしまいます。でもラグランジアは剪定が簡単な紫陽花なので安心です。こんな風にどんどん切っても来年には問題なく咲いてくれるはずです。コンパクトで管理しやすいサイズになりました。切った枝は挿し木にします。なでしこも切っていきます。花とつぼみを含めて全体的に刈り込みます。余裕があれば丁寧に1本ずつ花茎を切ったり新芽の上で切り戻すのがベストですが、今回は簡単バージョンで作業していきます。株元の葉っぱを取ります。他に比べて大きすぎる葉っぱは他の葉っぱに日が当たらなくなってしまうので私は取るようにしています。見切り品は買ったらなるべく早くご覧いただいているようなお手入れをするのをおすすめします。終わったお花がそのままになって売られていることがほとんどなので、そこから腐ったり病気になったりすることを防ぐためです。また株元も綺麗ではないことが多いので、なるべく早くチェックして傷んだ葉っぱを取ったり、虫がいたら取り除いたりします。今回も実際虫がいましたので、株元の確認は重要です。なるべく早く植え付けするのがベストですが、植え付けには鉢や土の準備も必要ですので、そこまで余裕がない時にはとりあえずお手入れだけは買ってきた当日か遅くとも 2,3 日中にはやった方が良いかなと思います。なでしこ3ポットのお手入れが完了しました。同様にピンクキッスもお手入れしていきます。こちらの株に虫がいたので一旦ポットから抜いて念入りに確認しています。先日植え付けたスーパートレニアのアメジストです。イベリスとクローバーと一緒に木製の鉢に植えています。スーパートレニアは挿し木がとても簡単にできるので伸びた枝を使って挿し木をします。長く伸びた枝を切ります。花とつぼみを落とします。余分な枝を切ります。
最初からハサミで茎ごと花とつぼみを切れば良いのですが、なんとなくもう習慣でとりあえず手で花を取ってしまうんですよね。その方が枝が見やすいからというのもあるのですが、視聴者の皆様は私のようにわざわざ二度手間をかけることはせず、効率よく作業されると良いと思います。下の節の葉っぱを取ります。刺し穂ができました。穴を開けます。開いた穴に刺し穂を埋めます。水をやります。これで完了です。まだ長い枝があるので同様に挿し木にしても良いのですが、お花も楽しみたいので今日は1本だけにしておきます。こんな風に挿し木を繰り返していくと、1ポット買うだけでスーパートレニアはどんどん増やすことができます。お花の時期も長いですし、群れにも強く育てやすいので初心者の方にとてもおすすめです。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いできたら嬉しいです。ではまた。